なんか下に、あー、こっち来る感じ。あー、やめてください。助けてー。あー、無理。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで砂漠の世界一つ目のステージやっていこう。ワールド 2-1 砂漠の突っ込んどる遺跡。さっきの首の長いやつ、これやな。冷え、倒したらなんかあるんかな。いや、ほっとこほっとこ。あれやね、触らぬ神にたたりなしってことや。上に登ったらなんかありそうな気がする。イエーイ、したコインめちゃくちゃ追いかける。このまま追ったらいいんじゃない。イエーイイエーイ。え、そんなところにも蜂おった。お、ワンナップしたよ。なんか待って、何これ。おっと、あ、砂に足が取られるよっ。ね、これも上になんかあったりせんよっ。シャ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 、ほらほらほら、え、あれか。あ、これ以上上に登れないのね。なんてことだ。助けてー。ここから登っていけばいいんや、きっと。いい、飛び降りよったー。よいしょ。なんか金の土管がある。なんだい、これは。ちょっと待って。はい。何、あのドクロ。落ちたら死ぬよってこと？わかるよ。よいしょ。はい、ボタン。え？こういう感じで拾いってことかな？そういうことかな？えい、ワンナップしたー。よし、戻ります。ここは沈んでいかんねやね。待って、待って。あれや、猫や。とりあえず取るか。よいしょ。埋もれる、埋もれる。めっちゃ怖いやん。あー、怖いです。はい、中間。これ水の中になんかありそうじゃない。コインだけかコインだけか。コイン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 。うえい、怖いよー。怖っ。魚が逃げ惑いよりやん。コインしかなかったぜ。え、怖い。怖い怖い。怖い。動かない方がいい。助けてーい。8。お、無敵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 。え、ちょっと待って待って待って、落ちるー。ですよねー。怖い。上じゃダメ。よし、ファイヤー。これ崩れんよね。やっやっ。もうなんか意外とあっさり普通に吹き飛ぶんすね。なんか怖いんやけど。なんか風強くない？気のせい？若干強い気がするけど。お、なんか、なんか下に、あー、こっち来る感じ。あー、やめてください。助けてー。あー、無理よっ。無敵。よし、待って、怖い。無敵なのはいいんですけども、こんな狭いところで無敵になるのも怖いんすよね。あー、いえー。あ、怖い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 しかない。お、破壊してったらこれきっとなんかあるよ。こっちは？こっちこっちこっち。違う、こっちこっち。ほらー！イェイ！こっちは？コインとスターだ。
なんこれ、こっちに行けってことかな、とりあえず。よいしょ。お、スタンプ。うわー、なんか怖い。はあ。ゴゴ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 。あ、怖い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 。へえ。でもとりあえず隙間があるわけじゃないけん、止まれば落ちることはないよね。あ、もうあそこ旗ですね。真ん中から。へい。やったー、一番上。初めてじゃない？やったー。嬉しい。ふぅ、コースクリア。ふぅ。あ、マリオや、マリオ。普通の。ふぅ、あの、突っ込んでるすごい怖いんやけど。めっちゃ怖いんですけど。あ、そこだけ？あ、こっちもや。アミーボが使えます。あ、なるほどね。コース内で、左？を押しながらアミーボをタッチすると少しいいことが起こります。左？十字キーってことかな。コース内で？コース内って？ 2-1 とか、そういうやつかな。詳しくはメニュー、ヘルプ、ヘルプをご覧ください。ただし、通信で遊んでいるときは使えないので注意してくださいね。あ、じゃ、通信中、人とやりうるときとかは、なんか自分だけ優遇されるとかはないんよね、アミーボで。なるほど。これがアミーボかな？関係ないか。あ、全然関係なかった。ここなんなんやろう。何これ。15個あるから、解放できる。ワールド 2-2 触って引き出し山脈。なんでここスターがなかったら解放できんかったん。こっち解放されとるのに 2-3。 よし、行くか。ワールド 2-2 触って引き出し山脈。レッツゴー。引き出し山脈、タッチを使って遊ぼう。コースに登場する虹色のタッチブロックはタッチして動かすことができます。 R または SR でポインターを動かしてタッチしたり、スイッチねに直接タッチして操作することができます。ポインター。R、タッチ。どうすればいいのかがわからない。これ？あ、これをこうタッチすればいいってこと？なるほど、なるほど。あ、で、またあれか。登ったまんまタッチしとけばいいんかな。コイン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 。なんか来た、なんか来た、なんか来た。これ倒しとこう。これクリボー？違うんかな。怖い。おお、なんか下からちっこいクリボー出てきた。あ、これ時間。閉じ込めたよ。そんなことがある。なるほど。じゃあここに閉じ込めとけば楽なわけやね。うんうん。いや、なんかここ、時空の歪みみたいなんない？ほらほらほら、なんかあるよ。なにこれ。え、これ、敵？めっちゃびっくりしたんやけど。時空の歪みみたいな。よし。え？上がろう。お？ここは中から何も出てこない。待って。いいよ。ふぅ！あ、待って。落ちてく、落ちてく。これで、オッケー。あのカエルは敵なんかな？特に攻撃してこんかったけど。え？何？あ、こういうことね。なるほど、なるほど。んで、こんな感じで出してけってことか。ああ。待って。ちょいと待ってください。え？あ、こっち側ってことか。なるほどね。ちょっとずつちょっとずつ上がっていく。で、時間経ったら消えるってことだね。あ、あんなところに。え？あれはどう取ればいい？
待って、押し出されたー。一番小さいところをやらなければ。一番、あっこはどうやって行けばいいんだ？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。どうやって行けばいいの？あれ。上に登れるってことかな？上から降りてく？はい、中間。で、こちらへ来てください。お、拍手してくれた、ありがとう。なんかこっち側から行けたりとか、しなさそう。ですよね、あ、時間が普通にクリアしよう。おーい。あれか？猫にならんかったらいかんかったとかかな、もしかして。うわ、めっちゃ群がってくるやん。やめてよ、早く出発。よっしゃーい。よっしゃーい。ん？あっち側に、雲があるよ。これは、あ、飛んでった。なに？無敵ー。あ、いいね。爽快。あ、タイムも増えていきよりやん。よかったー。あ、そしてここにスターが。タイム増えた？増えてなくね。普通にピンチなままな気がする。あ、また？またか。助けて。これ苦手だ、私。なんか下に行くところありそうな感じやけど。ひぃ。ワンアップした。おい、早く降りてこい。よいしょ。あ、待って。はっ。おっと、真下から行く。イエイ。とりあえずクリア。うん。途中のスターはどうやってゲットすればいいんやろ。上から降りるんかと思ったけど違うのか。やっぱ、猫。ふぅ。あれやんね、スターがあったら通れるみたいな感じのやつも、スターが消費されるわけじゃないけん、どんどん溜まっていくのがいいね。他のコースでも R または SR でポインターを出していろいろなものにタッチできます。ぜひ試してみてください。頑張ります。やっていきます。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ポインター、これからもいろいろ出てくるんか。ずっと出っ放しとかならいいんやけどね。手動で戻すとか。時間で戻っていくのがすごい、やりづらい。